にちは、かけまるです。今日はですね、ロユーの方で、86チューニングスーパーチャージャー仕様なんですけれども、ほぼ完成形ですよね。理想形のチューニングを施している86をレビューさせていただきましたので、ご一緒にご覧ください。一応街乗りも峠もサーキットも行けるっていう仕様なんですよ。すごいです。ぜひ見てください。まずフロントの外装なんですけれども、下のスプリッターのようなものは自作とおっしゃってました。あとカナードの方は TRD ですね。エンジンフードは、エンジンフードはイングスのカーボン製のエンジンフードです。足回りは、HKS のハイパーマックス SP バネが、スイフト、ホイールはこれは普段履きの方でレイズなんですけれども、さっきと行かれる時は TWS の T66F、18インチの 9.5J、オフセット45、こっちの普段履きは18インチの 9.5J オフセット43ということです。ブレーキはシックスポットなんですけれども、 TRD がブレンボに作らせているモノブロックの、ブレーキキャリパー、あとはスリット入りディスクローターですね。後ろも同様に、TRD がブレンボに作らせている4ポット対向、スリット入りディスクローターです。トランクの方は D スピードの強化カーボントランク、ウィングの方はサードの GT ウィングプロ、それとマフラーの方はフェニックスパワーさんのマフラーで、ディフューザーは自作ディフューザーはワンオフですね。そんなに車高は下げてないんですけれども、地上最低高は130で、車検ちゃんと通る仕様になっています。横から見たらこういう感じで、低いことは低いんですけれども、ちゃんと下こすらないみたいな仕上がりになっているということで、でもやっぱ低いですよね、めっちゃ。ちょっとフェニックスパワーさんのマフラー車検対応です。むっちゃいい音します。ちょっと後で横乗りさせてもらってる時音聞かせてもらいましょう。86スーパーチャージャー仕様、エンジンの中見してもらってるんですけれども、自作パーツがいくつかあって、あとそうですね、このエンジンダンパーは自作ということです。このステーも自作で、なんかいっぱい自作の補強パーツ入れられてるということで、で、細かい仕様を教えてもらってるんですけれども、またそちらの方は説明欄の方に、書かせていただきますので、またよければ見てくださいと。ビッグスロットルも書いてるって言ってましたね。ええ感じですね。おー、ええ音。それじゃあちょっと横取りさせていただきます。
はいはい、そうです。ああ、言ってます言ってます。バケットやのに、なんか左オッケー、はい、後ろの高さやっぱ高いっすね、タイヤが、ね、だいぶ上げてますからね、僕はいつも走るときは全部ボールトラック、トラクションコントロール、はい、強制的にオフですか。安定してますね。
ね。そうですね。この先カーブが連続します。最高でした。あとちょっとだけインテリア見せてもらいます。バケットシート、こっちはセミですね。セミバケットで、運転席はフルバケで、で、ステアリングのノブ変えていらっしゃって、あとはハンドルですね、を変えている、ステアリングを変えているっていう形で、でさっき言ってたあのデジタルメーター、ブリッツのやつがついてるみたいな。おー、よかった。ええ感じにむっちゃパワー出てて、剛性もすごい高かって、乗り心地もなかなか良かったですね。うわ、ほんまっすわ。フロントローター、焼けてる。いい感じ。86レビューさせていただいてありがとうございます。最高ですね。めっちゃいい感じです。詳しい仕様の方はあのまた説明欄の方に書いておきますんで、あと自作パーツ、合成アップパーツ結構あの入れてらっしゃるということで、また何かあの聞きたいことがあればまたちょっとあのオーナーさんに聞きますんで、よろしくお願いいたします。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。